6個の文があります。 A、B、C、D、E、F、6個あります。動きどの動きの参考か1、2、3、1、2、3と一つの A も B も C も三交換。A、B、3、B、B、3、三交換だけ。で、三交換あって最初の動きっていうのが、こう隣に椅子があるってことを想像して、1、右足が後ろに下がる。1、ここ立って。椅子がない場合は、ね、だから気をつけてこんなところに椅子がない、ね、ここに誰かボーイフレンドがガールフレンドがいると思う感じで覗く、ね、これが最初のできた。そしたら今度はこの右手が上に上がってそのバウンドで2、ここまでやってみようか。せーの、1、2、3、やっちゃうね。3はこの左手はここに置いたまんまで右手だけが膝の上に乗ります。そう、これが A です。せーの、1、2、3、 1、2、3、1、2、3。それでいつもポーズっていうのがここについてきます。ちょっと想像してみてください。ここら辺に前の次の前の人についてあるっていうことで、ここがいろんなことができます。だから これぐらいとか、だからこれをこうできるかちょっと明日チェックしてみてね。できないかもしれないし、これはできるかもしれないの、これやろうとしたらこういうふうにやんなきゃいけない、そういう感じになっちゃう。でそれだから、この動きはカットします。で、今日からやるポーズ、明日もやるんだけど、このポーズはこういう感じ、これでもいいから、じゃあこういうふうにしてもいいし、この方が楽だったらこれでもいいし、それはあなたたちに任せます。ポーズってのは4交換使います。でもいつも3のところに何かが起こるのね。だから1、2、3、4、1、2、3、4、これだけね。で、A とポーズをくっつけちゃいます。ということは2回 A をやって1回ポーズをやります。1回やってみるな、私1回目、2回目 A1、2、3、4、2回目 A ポーズ2、3、4。はい、 OKOKOK。 ただ一つだけ次気をつけてほしいのは、このポーズって毎回出てくるんです。だから例えば1、2、3、4まで行ってちょうだい。3で C で、ここら辺もうちょっとチートして上に上がってきて A をやらないように。だから1、2、3、4、A1 次に入ります。だから1、2、3、4戻ってきちゃって、次はなんだ、ああそうだ B とかってそうにならないように、うん、B に入れた。 B は最初の動きっていうのが右左アップ、右左アップダウンアップ。で、私の左手ってここの右手に膝の肘、太ももの上にあります。はい。そしたら今度はこの右手が私のことをカルプします。3がこの右手、左は手はここに置いたままでいいから、右手が私の髪の毛です。C は
だから、ここをこういうふうに、こういうふうに。だから、こういうふうになっちゃってもいいけども、とにかくここの腕が上がっちゃったと。ね、こういうふうになる。で、その手が前に行きます。で、下がって、左手をここに置いて、右手をおっぱいつかみます。本当につかんでる。なんか違うとこ。ちゃんとつかんでる。反対つかまない、つかまない方がいやらしいから。つかんでね。で、それを下に落とします。もう一回一番目の動きを、せーの。さっきほら、あの床でやったあれに行きます。だから意外と、なんだろう、上の方まで上がってきてないのね。意外、もうここら辺にいるわけだから、そんなに、そんなに戻ってない。これ本当、首痛くなっちゃうから、自分なんで痛くなっちゃうかっていうと、やっぱりフォーカスが定まってないと本当に首痛めちゃうので、自分の中でここかっこいいよねって自分でピクチュライズする場所ってあるから、こうそれに脇をだと思ってやってみます。ここに行くように、自分でここまで行くんだって、体に覚えさせる。で、そこに今みんなそこすごくしてる、そこに行ってみよう。そうで、顔は斜め横でもないけど、斜め横、正面じゃなくて斜め横で、次の動きの子だから動きはそんなにないの。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。じゃあもうね、いいだからね、うん、次は、一番目の動きが、右手がグーで左手でキャッチ、右手がグーで左手でキャッチで、自分の中でここの腕がまっすぐ、だからゴルフとかさ、なんかテニスのなんとか、なんて言うんだっけ、あれにならないように真横にキャッチして、でこっちに、なんかよ、あの柔らかい人がうわーっと上に飛んでいっちゃうから、そこまでやる必要ないんだ。そしたら今度この手が下にカットしてくれます、うん。で、最後の動きが、足の間に手を入れます。で、2回続けてやるときは毎回手を離します。ここまでいったで、離して、だからここからまたこういうふうにいかないように、ここに入れたら、
をつけた方がいいのが、こう挟むときに足が開かないように、足が開かないように、どっちかったら、反対。大丈夫だよ、大丈夫。はい、次教えちゃうね。F。F は4回やります。F は1、2、3、クロス。どっちでもいいからクロス。その上から1、2、3。オーマイドゼンオーマイ。難しい。ここから、ここからクロス。少しだけオフバランスにできるといいんですけれども、4回やったら最後のポーズいきます。4回やってこれね。あれ？キズさん反対。せーの、1、2、3、4、いいですよ。